個人と家族に寄り添った親切で温かみのある対応に安心してお任せできました。浜北区中条在住厚見家ご家族様より。急なことでしたので心の準備もできておらず、何から手をつけたらいいのかもわからない状態でした。他の葬儀社の会員になっていましたが、 SPJ に30年ほど通っていて、トワニさんの会員にも入っておりました。就活セミナーに参加したこともあり、普段から身近に感じていましたので、まず最初にトワニさんが頭に思い浮かび、この度の主人のお葬式をお願いすることにしました。最初は病院から直接トワニさんの式場へ搬送し安置をしてもらうつもりでしたが、途中でやはり自宅を経由していただきたいと思いお願いしたところ、嫌な顔もせず自宅を回ってくださいました。最後に少しだけでも家に帰ることができ、主人も喜んでいると思います。担当の戸田さんの親切で温かみのある対応に安心してお任せできると感じました。式場の思い出コーナーには、主人が生前よく通っていたうなぎ屋さんのうなぎが飾られていました。わざわざお店のある岩田まで買いに行ってくださったそうで、驚きと感動の気持ちでいっぱいでした。また遺影写真に一緒に写っている愛犬に合わせることは諦めていましたが、控え室で合わせていただけたことは本当に嬉しかったです。お葬式を終えた後のことも不安はありましたが、いろいろ相談に乗っていただけてありがたかったです。この度のことを経験して思ったのは、菩提寺がない場合は特に収支のことや前もってどのような葬儀にしたいか考えておいた方が良いということ、そしていざという時に慌てないようお葬式をお願いしたい葬儀社の会員に入っておいた方が良いと思いました。個人や残された私たち家族に寄り添ったお葬式をしてくださりありがとうございました。今度はお仕事でない時にもぜひお寄りください。喪主の久子様は主様との突然の別れに悲しくて不安なご様子でしたが、ご家族ご親族の支えもあってたくさんの思い出を話してくださいました。主様がとても可愛がっていた愛犬モカちゃんとお別れする時間も作らせていただきました。私の両親と同じ仕事をされていた主様と久子様、そして様々な縁があってご家族ご親族とともにお見送りさせていただきました。